さあやっていきましょうか、ブルーホースです。ということで前回はワニとまあキャッキャウフフの戯れをしたところでまあ一回食われちゃったんだけどね、今回は船乗り込んでやっていこうと思います。エンドオブゾイですね。はい、バイオハザード7ということでブルーホースでございます。まあぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して最後まで動画をご視聴いただけたら嬉しいです。で今回はまあいろいろね、こうこれまで何回かプレイしたことあるやつをなんか適当に雑談とかね、ラジオ感覚っぽくバスケじゃねえバイあのバレーバイオやってきたんですけど、え、鉄を扱えるほどの IQ がこいつにあると思えん。まあ、それはいいとして、そうそう。で、今回エンドオブゾイに関しては、こう、バイオハザード7が解禁されてからずーっとね、乗ったヒーローは何回かやったことは、何回かっていうか、まあ、2、3回かやったことはあったんですけど、これに関しては、全くやったこと、セーブポイント多すぎない。え、何そんなに死にゲーなのこれって、もしかして。そう、バイオ7のエンドオブゾイに関しては、本当にこれが今日初プレイですので、まあ、ちょっと謎解き等々が、まあ、謎を解けるほどの IQ がこのゴリラにはないからないと思うんですけど、まあ、そんなんがあったりとかしてね、いろいろと混戦していくと思いますんで、まあ、迷った時なんかには、長くお付き合いしていただけたら幸いでゴンスというところですね。はい。これと、あ、なるほどね。鉄くずと木を合わせると槍になるのか。槍基調、あ、なにこれ。ステークボム。え、そんな爆弾を作る能力あるの？こんな筋肉、出来損ないの筋肉オラウータン。まあいいや。とりあえず槍は作っとこう。槍は多分また重要になってくるでしょう。ステークボムってだって、近接武器っぽくなるもんね。敵が、おお、なんか超ごっついのん来た。バルタン星人みたいなの来た。バルタン、バルタン。バルタン、バルタン。あ、でも、反撃の隙は与えない。あ、終わったわ。そんな強くなかったね。見た目は超強そうだったけどな。なんか、小ボス的な。ゼルダの伝説でいうところのリザルフォスくらい。あ、でもリザルフォスって中ボスになるのか。でも、作品では小ボスだよね。そんなことを言ってる暇はないんで。めっちゃ固まるな。めっちゃ固まる。すんませんね。ちょっとパソコンの調子が。あひゃひゃ。で、どこまで進んでいくべきかなんだよな。いるかな。いるね。これ、やつ、こっち帰ってくる？帰ってきたね。それでももう一回向こう行った時に始末しに行きやしょうか。来る？来ないね。よし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 。オッケー。じゃあ戻っていったところをオッケー。で他にも敵出てくるのかな。どうだろう。大丈夫そうかな。はい、キーで、どっちから動敵が出てくる？成功は作れない。この中になんか、あ、ありがてえ。ああ、向こういるね。え、なんか向こう行って、いやあ、ちょっと待って、フェイクかよ。いやろ、いやろ、フェイクか、かましやがって。やばい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 、やばい、痛い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 。危ない危ない。ガード、あ、ガードうまくいかない。ちょっと待って。2対1は卑怯なのです。いくら拳が私にあったとしても、逃げる。あれ。あー、バルタン星人、ハサミのあれだな、リーチが長えんだな。怖っ。危ない危ない危ない。やべ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 。あー、ちょっと待って。お前、ひるめねえのか。さっき、おー、なに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 、ご褒美タイムですか？ちょっと、噛まれたくない。噛んでいいのは女の子だけ。おりゃ。で、バルタン星人、まだ生きてんのかよ。リーチ。リーチ。うーらー、多分薬あそこだなってどうやって目視して確認に来たんだよ、お前。戦ってんだろ、集中しやがれ。集中してねえから攻撃食らうんだろうが。あれ、敵どこ行った？あ、壁に横たわって灰になってる。お疲れ様でございました。芋虫。ありがとうなら、芋虫、二十歳。なんでなんだろうな。しゃがむ。で、つくず。んで、ああ、ここに出てくるのね。はいはい。
じゃあこのまま進んでいくしかなかったですね。オッケー、じゃあ行っていこう。で、敵は後ろから特に出てくることもない。まあ、芋虫、悪くない。普段からそういうの食って、まあ確かに虫って確か完全栄養食かなんかだったっけ、卵的なさ、タンパク源もいいし脂質もそこそこあってみたいな、食物繊維とか糖質は分かんないけど、気持ち悪い。ただでさえ蜂蜜とかそういうのですら無理なのに、虫なんか普通に食えたもんじゃねえよっていう話なんだよな。まあ、まあそれが主食になれば美味しく感じてくるのかもしんないけどね。味覚ってやっぱ子供の頃に決まるからさ、昔から食べてたものがさ、仮にその他の人からしたら美味しくないってものだったとしても、美味しいって思う味覚に育っちゃうもんね。やつ、どうしたらいい、やつ、うらうら、まあそりゃ そうなるわな。よし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 、下がって、ふい、アッパアッパーの打ち方教えてやろうか。おら、こっちジャンプばっかりだけどな。やばいやばい、2体にちゃ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 。オッケー、一体倒れた、一体倒れたところを突きついて、おら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 、踏み出す、なんかトロフィー取ってる、出す。オッケー、よし。さて、敵はこっちは鉄くず、こっちはいない、中にはいない。よしよし、猛攻のフェジー穴、あーここ、まあちょっと後で行ってみるか。もうちょっと敵がいるかいないかだけね。これこんなところでなんで敵がいるのって話ね。どっからカビがそんな生えてきて、あ、超向かってきてる。敵が超超超いい感じ、超超超超いい感じ。うら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 ららら、おお、ヒット。あ、またバルタン星人かよ、お前この野郎、スペシウム光線、うらうら。え、あれ、敵は、ああ、もう2体とも撃破したのね。よしよしよし、んでからにくるっと回ってきて、ああ、終わりか。なんかある。ムカデ。あー、おー、あ、ちょっと大手記ホールドしないで、あ、ちょ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 、噛んでる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 。噛んだ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 。おー、だだだだだ。おー、ちょちょ、やべ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 。ほい、あぶれ。ほら、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 ほら。ちょっと回復薬、回復薬。回復したいけど、ちょっと先に、ちょっと待って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 。うわ、いやー、強い。待ってこれ、あー、ワンプレイワンですは当たり前なのです。くっそ、金セタ嫌いだ。くそ、ナックル、え、うわ、ここからか、マジか、心折れた。ちょっと待って、はー、どうしよっかな、こっからか。ごめんなさい、ちょっとあまりにも予想外すぎてここまで戻されると思ってなかったな。しまった。どうしよっかな。ちょっと短いかもしんないですけど、一旦じゃあちょっとここまでにして、次回こそちゃんと船をクリアしようと思いますんで、その時お楽しみにしていただけたらと思います。ぜひ応援の意味でのチャンネル登録ボタンとグッドボタンをね、押していただけたら嬉しいです。てか、火事でかくない？びっくりするくらいでっかいね。はい。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。明日も投稿するんでぜひご覧くださいね。それではまた。お会いしましょう。バイバーイ。